勢力の使い方、ケルベロスの言葉、始祖の巨人の意志、献身と信頼、その証を立てよ。さすれば我は震われんく。お悩みのようでございますな、アスラ殿。ああ、始祖の巨人の意志、献身と信頼とは何なのか、その証を立てる術とは。元来俺は野蛮なせいか、ただ生贄を捧げろとしか読み取れん。本当にそうですかな。モリフィールド、何か考えが終わりか。ええ、あなたからそのお話を聞いて以来ずっと考えていたのです。始祖の巨人の意志、その真意を、献身と信頼、その双方を満たすもの、つまり己の半身となり得るほどの近しいものと共に力を行使する、そういう意味なのではないかと。そうか、己の半身となり得るほどのものか。それはいい、素晴らしい。今の俺ならば可能だ。恩に着るぞ、モリフィールドの。今のは創生力の使い方について話してたみたいね。でも何か思い出したみたいだね。ちゃうかってんな。何やったかいな。ちゃんとシアンだって名乗っただろ。おかしなあだ名つけるわ。そう、シアンくんよ。ほら、シアンくん、おいで。抱っこしてあげるから。はあ、何を言ってるんだお前。僕はただ、創生力の場所が知りたいだけだ。さあ、マティウス様に協力しろ。君がどういうつもりか知らないけど、マティウスなんかのところに行っちゃダメだ。そうそう、お前いいように利用されてんだよ絶対。そんな言葉で惑わそうったって無駄だ。教団は先制者を大事にするんだ。鼓膜適応法からも守ってくれる。生まれながらに不幸な先制者、人間の都合で不幸になる動物たち、みんなを救う新しい世界が必要なんだ。それこそがマティウス様の言う理想郷だ。教団は転生者を集めてる。でもそれは適応法と同じなんだよ。教団に集められた転生者たちも同じように研究所や軍隊に送られているんだ。軍の研究所にマティウスがいて、私たちはっきり聞いたのよ。マティウスは転生者を集めるための教団の広告塔だってね。そんなわけないだろ。僕は騙されないぞ。バカにすんな。物を知らん者はバカにされても仕方あるまい。とっとと帰ってその理想郷とやらの夢でも見るがいい。バカだと、また僕をバカにしたら。なあ、もうバカでええやん。マティウスなんかほっといて、うちらと消えや。なんだと。自分、友達おらへんから言うて、マティウスなんかを頼りにしたらあかんで。そやから、うちらと友達になろう。な、みんなええ